それではもう定例の会見を行います。特に私の方からはありませんので、ご質問ありがとうございます。局長、日本テレビ清田ですが、はい、明日小池職局長が承認喚問されると思いますが、まあ、どういった点について、質問されるか、追及のポイントなどをお願いします。まあ、まあ、それ言っちゃうと手の内が加速が基本的にはいきませんが、まあ、やっぱり皆さんが聞きたいと思っていることですよね。あの文書の改ざんというのが一体誰が誰の指示で何のためにやったのか、佐川さんが全部やったと、佐川による佐川のための改ざんだと言われてるけど、真実は一体何なのか、まあ、そういったことを中心に、まあ、いろんなことを聞きたいなと思っています。参考までの野党の先生方の質問の調整みたいなのっていうのは行われてるんですか。これからの5時から承認喚問に立つ議員が集まって、まあ、情報交換というかね、相談会みたいなことをやろうというふうになってます。まあ与党が最初にね、結構長い時間とって、まあ、ちょっとあれもね、いかがなものかと思うんですけどね、承認喚問ずーっと反対してたくせにな、やるとなったらもうあれだけ長時間、30分以上自民党、30分かやるわけですよ。よっぽど真実に迫る鋭い質問をしてくれるんだろうなということをしっかり見たいと思いますが、まあだからそれが終わってからこう野党の質問になるから、まあ、与党の質問にどう答えていくのか、あ、それから委員長の冒頭に質問あるし、まあ、それどう答えるのか見ながら、その場で臨機応変に対応していくしかないかなと思います。2つお伺いしたいと関連して、一つはその佐川氏、今やある意味官僚ではなりましたけども、佐川氏にはその何を期待して何を話してほしいと思いますか。うん、まあ公務員っていうのは公僕全体の奉仕者ですから、政権の奉仕者ではありませんので、まあ、そういう意味ではやはりその官僚をね目指した時の初心に立って国民のために真実をしっかり語ってもらうということを期待して、最高学校を出て財務省、当時大蔵省かなに入省して、この国をやはりねしっかりいい方向に持っていこうというそれなりのこう大使というかね、まあ、そういったのを持って官僚に道進んだと思うんで、まあ、その大使その時の初心に照らして国家国民のために真実を語ってもらうということを期待しています。それとこの一連の森友の問題、今1年余りやってるんですけども、うん、この流れの中で明日のその承認喚問というものの位置づけ、意義はどういうふうに見ましますか。これはあくまで入り口だと思います。まあ、この間新たに問題になっている改ざん、改ざん問題で改めてこの森友問題のね闇の深さが浮き彫りになったと思うんですけれども、やはりそれを解明していく上では、まあ、入り口のドアが、まあ、開くということだと思いますので、まあ、本番はこれからだと言いますが、やはり安倍昭恵首相夫人、それから実際のこう8億円値引きの売却の当時の飯田局長は佐古田秀明さんですから、まあ佐川さんが理財局長になったときは、もう基本的には一連の国有地の、ね、取引、国有地の処理は終わってたわけですからね、やっぱり実際にその渦中にいた佐古田秀明理財局前元理財局長、それから安倍昭恵さんの問題でいうと、忖度ということを言われてますけれども、忖度以上のやっぱり直接的な関与ということでは、やはり財務省と安倍昭恵さんをつなぐ役割を果たしたのが首相夫人付の谷紗友子さんなわけで、その方が一体どういう関与をしたのかというか、これは疑惑の確信に関わる問題でもありますので、やはり明日の佐川氏の関門を入り口にして、さらに引き続く今私が言っております。それから、今日は
参議院の予算委員会で民進党の執行幹事長は、今井隆也首相補佐官の、ね、承認喚問を求めておられました。まあ、私もまだ要求はしてませんけど、必要ではないかなというふうに私も思っていますので、そういったことも含めてこれからさらに関連しています。まあ、予算は、28日が出口ということで、まあ、この憲法上の規定でやむを得ないことではありますが、まあ、もちろんそれまでも徹底的に予算自体の議論もしますが、予算が成立したからといって予算委員会を終わりにするということじゃなくて、予算委員会の場で、前回一時議決をして、国政調査権の発動、承認喚問やあらゆる文書資料の提出も含めた国政調査権の発動という形で事態の解明を進めていきたいと思います。まあ、その入り口に明日の方というのが明日の到達点かな。明日の関門では、佐川さんは、刑事訴追のプライオリティに、証言拒否連発することも予想されますけど、それの対応は、まあ、そういう対応をすればするほど、やはり国民から見れば疑念が深まるということにもなるんじゃないかなというふうに思います。で、同時にやっぱり質問の角度で、そういう言い訳ができないような形での質問ということも、あり得ると思いますので、そこはいろいろと工夫をしていきたい。知恵の出しどころ。今後の追及ですけれども、予算が成立するということで、予算委員会でさらなる追及の受け取るという話が出ていましたが、特別委員会の設置ですとか、その第三者委員会的なものを設置という話が出ていると思うんですけど、その辺りについては予算を取っていたと。まあ、これはやっぱり今予算委員会やってるわけなので、予算委員会の場で国政調査権を発動するっていうのが本数字だと思いますが、まあ、ロキード事件のような時の時のようにね、特別委員会を作ってっていうことも、まあ、展望していきたいというふうに思います。まあ、第三者の機関でというより、まずは国会の責任で、これやっぱり文書の改ざんというのは行政府が立法府を欺いたわけで、これ党派を超えて国会が責任を果たして解決するということをまず優先してやるべきだと思いますので、まあ、そういう中で特別委員会の設置ということは十分あり得るというふうに思います。よろしいでしょうか。